はい、トンフィアです。今日はですね、大野寺ファミリーキャンプ場というところに来ておりまして、相当広いキャンプ場ですよね。ずっと気になってて、ようやく来れたんですけど、大野寺ファミリーキャンプ場。今ですね、レストランと旅館とか、そこの駐車場におります。ここからですね、ちょっと歩いて、ぐるっとね、一周回っていきたいと思います。それでは、歩いていきたいと思います。かなりね、広いキャンプ場で、草原サイト、芝生サイトになってるんで、露天風呂とかがあるみたいなんですよね。それが、魅力的ですよね。こんな感じです。いろいろこう子供たちが遊べる仕掛けみたいなのこうこのようにね、いろいろあるので、本当にファミリーにはいいじゃないですかね。もうサイトが見えてきましたね。向かってこの右手ですね。こちらが、一番サイトっていうところですね。はい。一番サイト。一番サイトは、ちょっと入ってみましょうか。今ですね、撮影しているのが1月27日の平日です。で、時間帯は今12時ぐらいか、あ、14時ぐらいですね。なので、そのお客さんの入り具合とかも、参考になるんじゃないかなと思うので、まあ、これだけ広いキャンプ場なんでね、かなり開放感ありますよね。はい。で、こんな感じです。今来たところはこんな感じ。で、そこの一番サイトのところにね、こう、エリア、一番エリアのとこにトイレあるんで、ちょっと見ていきたいなと思います。広いなぁ、ちょっと早歩きで。綺麗に清掃されていて、ウォシュレット付きの水洗で、便座も温かかったです。なので、いいですよね。3番サイトの水事場ですと。水を止めないでくださいと。いう記載があります。で、自動販売機もあると。で、今ここ4番ですね。4番にいます。さっき言ったところが1番で、今が4番でしょ。で、そこが3番ね。3番エリア。あっちの方でお客さんがいるんですよね。あれが受付、あっちの方ですね。受付、あっちの方から歩いてきました。で、今3番にいますね。すごい開放感があって。で、地面は芝生になってて、ふかふかですね。すごい広い。こういう感じ。開放感が。開放感すごい高いですね。うん。ここが8番サイトですね。13番。テントで立てるときに、こんだけ広いキャンプ場なんで、ポイントはトイレからのアクセスが、それなりにいいところと自分の好み、どっち向きでこうテント設営するかっていうのは多分景色によって、そのサイトの景色によって変わってくると思うんで、そのあたりを踏まえて、テント設営する場所を決めたらいいんじゃないかなと思います。すごいっすね。だってこれも全部サイトっすよ。14番って書いてるんで、ちょっと全部回れるかわかんないですけど、雰囲気とかは掴んでいただけるんじゃないかなと思うので、キャンプ場全体この広さの感じとかも全部歩いて撮っていくんで、広さもその辺もちょっと伝わるんじゃないかなと思うので、はい、ここが12番ですね。12番の景色こんな感じですね。はい、こんな感じですね。で、この右手が11番ですね。11番の景色はこんな感じですね。で、16番エリア、こっちが16番エリアね、はい、今ちょっとこうロープ張ってありますから、行けないようになってますけど、11番で、9番ね。
9番もちょっと今工事中、10番はこんな感じ入れるようになってますね。うん、11番なんか入ってきたと思います。そっちからそのあのテントの横からちょっと歩いていきたいなと思います。あ、いいですねこの景色ね。どこを撮ってもね景色いいんで。この辺りの景色、雰囲気っていうのはなかなか好きですね。ブランコありますね、ここ。あ、これあれだね、なんか登れるようになってる、ロープで。こういう感じで。これ管理事務所だ、最初のとこだ。ここで薪とか炭とか販売してますね。あ、ゴミはねこの辺に捨てられるようになってますね。電源ついてますね。7番電源サイトですね。はい、ということで一周してきました。感想なんですけど、かなり広いです。テントを建てるときにどっちの方向を建てるかっていうのは各エリアの景色によると思うんですよね。どのエリアでどの方向の景色が好きだかどうかっていうことと、トイレから近いかどうかっていうことですね。そのあたりがサイト選びのポイントになるんじゃないかなと思います。とても開放感あって芝生サイトだし素敵なキャンプ場でした。ピアチャンネル、関東圏のキャンプ場100個以上行ってるんですけど、キャンプ場のご紹介だったり行った中でおすすめできるキャンプ場とかもいろいろご紹介してます。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。